ジェパディはアメリカ合衆国で放送されているクイズ番組である。1964年にマーブ・グリフィンによって作成された。正しい発音はデプディであるが、日本ではジョパディ、ジェオパディなどと表記されている例もある。もともとは1964年から1979年までに NBC で放送され、 バンハンデの放送は1984年9月10日からマーブ・グリフィン・エンタープライゼスの制作で放送開始された。2006年9月放送分から HD 制作になった。同じソニーピクチャーズテレビジョンが制作するホイール・オブ・フォーチュン、CBS のザ・プライス・イズ・ライトと並ぶ人気クイズ番組に成長した。また、この番組はニューヨーク・タイムズが全面協力している。 日本ではこれをベースとしたクイズグランプリが放送されていた。毎回3人の回答者により対戦が行われ、クイズに正解することで獲得できる賞金の総額を競い合う。問題は司会者、アレックストレベックが発表した6つのカテゴリーから200ドルから1000ドルまでの5枚まで計30問の中から出題される。第1問は1番目の回答者が選び、 第2問からは原則として正解した回答者が問題を選ぶ。獲得賞金額が高い問題ほど難しい問題となっている。クイズは司会者が問題文を全文読み上げてからの早押し形式で行われる。問題文はほとんどが短文あるいは数個の単語であり、日本のクイズ番組で見られる日本で最も高い山は何でしょうといった質問文形式ではなく、 それは日本で最も高い山ですといった事実の形で書かれている。回答者は富士山とはどんな山でしょうのように質問文形式で回答する。正解すればその問題に設定された金額が加算され、不正解及び時間切れはその問題の設定金額が引かれる。また、30枚中1枚だけデイリーダブルと呼ばれるボードが隠されている。これを引いた場合、 その問題は引いた人にのみ回答権が与えられる。デイリーダブルでは、回答者は、問題が出題される前に掛金を設定する。その後問題に答えて正解なら、掛金分が加算され、不正解なら、掛金分減算される。前半戦30問、ジェパディラウンドが終わると、後半戦30問、ダブルジェパディラウンドに移る。ダブルジェパディラウンドでは、 金額が400ドル2000ドルと倍になり、さらにデイリーダブルも2枚隠されている。ダブルジェパディラウンドが終わると、最終問題のファイナルジェパディに移るが、ラウンド終了までに賞金を1ドルも獲得できなかった回答者はその時点で失格となり、ファイナルジェパディに進むことができない。ただしセレブリティシリーズの場合は、特例として、賞金が1ドルもなくても1000ドルが支給されてファイナル、 ジェパディに進むことができる最終問題は記入回答式で、ライトペンに回答と掛け金を記入する。正解者は掛け金分が加算され、不正解者は掛け金分没収される。ファイナルジェパディの問題が終わった後、賞金が最も多かった回答者が、その回のチャンピオンとなる。チャンピオンには得点と同じ額の賞金獲得が保証され、 次回の放送への出場権が与えられる。なお、1位の回答者が同点のため複数いた場合、両者ともチャンピオンとなる。ただし、トーナメントシリーズの場合は、早押しクイズによるプレイオフを行い1位を決める。基本的に1位しか賞金を獲得できないため、賭け金を少なめにしたり1ドル単位で賭けるなどで、トップの自滅を狙う回答者も多い。ザプライスイズライトや、 ホイール・オブ・フォーチュンとも共通するが、1回の放映分での優勝賞金額は1万ドルを軽く超えてしまう。なお、チャンピオンの最多連勝記録は2004年の7月から11月にかけて、ケンジェニングスが記録した74回であり、その間に獲得した賞金は252万2700ドルにも及んだ。それまでは、同年の1月に記録された8回が最高であり、 彼の連勝が止まったことは大きく報道された。ありがとうございます。